三菱重工マラソン部お絵かき伝言リレー。皆さんこんにちは、三菱重工マラソン部の吉岡亮斗です。栗原拓也です。今回の企画は、4人で協力して絵のたすきをつないでいくゲームです。今回はこの2チームで対決です。皆さんよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。本社もパクリじゃないですか。では、最初のチームへのお題はこちらです。それではよーいスタート。頑張れ任せてください。いいよ、行きましょう。おいとうラストラスト早くですか。終わったらもう終わったらいい。終わりました。え、いいですか。まだ30秒だった。いや、え、加えて。あー、いやだけど、もうこれ加えない方がいいですね。どう栗原、わかった、いい感じじゃない？答えは分かった。まあ、この世にはないものかもしれない。はい、終了でーす。はい、吉田さん、めちゃくちゃ1分でお願いします。はい、新時代よ、新時代は難しいですね、確かに。歌かけばいいですか。歌かけんな。じゃあ、曲だけ止まれるか。あ、そうか、俺も見ちゃダメな。いや、別にいいのかよ。吉田さん見てるの？バイクだったら反応しなければ。反応しなければ。あ、そうか、あ、なんか、これでも、クリアンで待ってくれ。なんか分かった。そういうことじゃないですか。今どういう状況？こういうことでしょ。今山下がいます。山下を見てんの。はい、はい、終わりです。マルホンね。いきます、よーい、スタート。もうこれはもう、あー、聞こえる。チリのシリ。いやいや、勉強頑張ってやってる人じゃない。クリアじゃないか。コンビじゃないですか。審議入るじゃないですか。確定。30秒です。オッケー。いいですか。いいじゃないですか。いいですか。はい。簡単すぎてさ、次から。簡単。雑に書きすぎてました。はい、終わりでーす。でも取りまし、いきます、よーい、スタート。ストレートに表にしとくださいな。はい、OK です。連想したテーマはカステラです。これは理由は長崎、有名なもの。陸上、長距離、カーボローディングでカステラっていう。いや以上です。想像力。自分の渡辺さんにあげたいはこれです。長崎から行ったつもりですけど、自分も長崎の絵を描いてるんですけど、スタッツですけど、四国がないじゃん。確かにこれ日本じゃねえって思ったよ。もう分かるじゃないですか。四国に謝れ。四国の皆さん、すいませんでした。じゃあ吉田選手。はい、私がもらった答えはこれは長崎です。ということは、ということは YouTube の皆さんいかがですか。あ、でも途中吉田がチリっていう言葉を発したのは私たち聞いてたんで、これチリの、それがだいぶカットでマイナス。マトノはまあ長崎って伝わったんですけど、そこはもう完全ダメで3人かなって思います。 0.5 点とかないですか。ダメです。続いてのチームのお題はこちらです。それでは用意スタート。ローマトルマイ、加えて情報を加えてなんかいっぱい書いて、よし、 OK です。いいの、はい、なるほど。 OK?オッケー、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 スタート、スタート、スタート。
今日のドラかな。うん、次から日本行ってもらえるんなるほどね。おーおーい、やっぱ絵を描いてる人もいると思いましたけど、頑張れ頑張れ。多分高校と専攻は全然違います気持ちのメンタルが。めちゃくちゃ上手いと思うよ。あー、オッケーオッケーオッケー、なるほどなるほどね。オッケーオッケーオッケー、わかった。用意スタート。逆だ。書き出しめちゃめちゃ早かった。矢印を書いちゃいけないんだろ。矢印書いてるよ。ペナルティじゃないのこれ。 OK です。吉岡芸大出身だったよね。そうなんですか。切れるか。そうでした。芸大出身じゃなかった。芸大出身ではないです。今迷った。一瞬迷った。裏の裏を書かないと。30秒です。裏の裏だよ。おー、いいね、考えてるね。おー、考えてるね。終わりです。なるほど。自分は、逆転優勝。おー、うまい。素晴らしい。気持ちいい。自分はこの絵を描きました。ちょっと先に前の選手にタスキを描いちゃったんで、ちょっと逆になってしまった。助けが2つある状態になったんで、ちょっとおかしな絵になっちゃったのかなと思います。以上です。一言で言うと、一言で言うと、助けで。助けで。This is a great learning. This one, 助け。Keep me, then go. Okay. Okay.はい、来ました。はい、じゃあ、B チームの正解はニューイヤー駅伝です。温泉と群馬県庁の温泉草津温泉です。今回は2ポイントです。厳しい。お題はこちらです。それでは、よーい、スタート。いいね。やばいやばい、存在しないからね、それ。いや、自分なんかもう、もうこれでも伝わると思うんですけど。はい、自分の解体はスクワットです。なんかそういう筋トレとかそっち方面のことを書いたのかなって思ってで、このスクワットにしました。はい、自分書いたのはこれで。スクワットこれ。え、何がないんだ。これ、あの、横向いて、自分監督だと思って。監督ちょっと、あの、監督といえばあのサウナだったんで、ちょっと座って汗かいてる。汗かいてる。監督の真っ裸かい。カットでお願いします。これ、マトロさん書いたと思ったのは、松村コーチです。そっちか。私が書いたのは誰なんですか。誰ですか。顔みたいになる。松村コーチです。伝わったんだ、すごい。ポイントは髪型ですね。目に、こっちが目かかるんですよ、いつも。あ、そうですか。ちょっとまあ、いつも怒ってんのかな、みたいな。大丈夫今後。ちょっと怒ってんのかな。朝ね。朝ね。朝ちょっと眠たいのかな、みたいな。朝の松村さん。朝の松村さん。2ポイントですね、普通に考えて。続いてのチームのお題はこちらです。それでは、用意、スタート。もう分かりました。分かった分かった。俺も書くとしたらそれかなと思ったからね。俺の想像してるチリが終わりです。
This one finishing the this one finish line. 凱旋門です。凱旋門。ありますよ、この人。ノーブック書きました、これ。で、写真撮ってる。写真撮ってる人。スライドはフランスですか。フランスですね。私は吉岡選手が多分エッフェル塔パリっていうお題と思って描いたんで、同じ絵描くのはつまらないんでピサの斜塔を描いたつもりです。はい、僕それ分かりました。有名なこうやって押さえてる写真、はい、あ、そうですよね、をイメージして描きました。すいません。はい、自分はパリのエッフェル塔を描きました。東京タワーと間違えられたらどうしようと思いながら、まあでも大丈夫でした。まあ、後半に、まあ、お題を残すために、まあ、1個しか書かなかったんですけど、まあ、うまく梅田さまでには伝わったかな。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録をお願いします。最後までご覧いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。